だいぶ西口も低めに低めに来ましたね。集まり出しましたね、ほとんど、まあ、ここで高めに入ってライトへ大きな打球だ。これもホームラン、同点ソロホームランになりました。ラヘア4回表第16号のソロホームランで同点です。低めにという話をした途端に高めに変化球が浮きました。それを逃さなかったラヘア、今ホームインです。第16号のソロホームラン、3対3です。変化球が浮いてきたやつが一番飛ぶんですよね。でバッターは変化球でもっと振ってないんですよ。あ、そうなんですか。まあ、すぐともっと振ってるんですよ。それが自然とタイミングが合うんですよ、バットさえ出せば。高め、そしてコース的にも真ん中高めという感じでした。まあ、西口の場合は確かに非ホームランはもともと多いタイプの、ね、ピッチャーではありますが、第この2発を3回4回と食らいました。